はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数2の常用対数丸三をお送りします。で、前回の時もねちょっと話をしたんですが、これで常用対数というかこのタイトルも最後ですし、ここの章ですね、指数関数対数関数の章も最後となります。次回から微積がね始まるんですけど、で、最後は前回同様大きな問題が1問あって、小問がね2問入っているタイプになっておりますので、できそうな子はねぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって分かんないのがあれば、今からね全部解いていきますので聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあラストですね、いきましょう。で、前回と同じでログ12、ログ10の3、まあ、この2つの値は書いてあります。で、それを使って解いていくんですけど、1番が 1.2 の n 乗大なり嘘小なり100を満たす最大の整数 n を求めようです。つまり 1.2 2乗したら 1.44 とかなっていきますけど、それ何乗したらギリギリ100のところで止まるの、その最大を求めてっていうタイプの問題で、これはちょっとやっていくのはきついですね。ちゃんと解かないとね、3乗して4乗してだとね時間かかりすぎちゃうので。で、これも基本的に前回と同じで常用対数使って解いていきます。なので、この不等式左辺右辺両方にログ10を取ってください。 1.2 の n 乗小なりログ10の100です。で、ログ10の100、これ10の2乗なので結局これ2になるんだよね。で、こっちは楽なんですけど、問題がこっちなんです。こっちがめんどくさい、非常に。で、どうやるかっていうと、これログ10で、肩、あ、待ってね、肩についてる n を先に出しちゃおうか、前にね。だから n で、ログ10で、この 1.2 なんですけど、これ小数めんどくさいんで10分の12にします。まず10分の12で、しかも10分の12も結局今回ログ2、あ、ごめん、ログ10の2とログ10の3しか使えないから2と3に分解したいのね。で、12っていうのは 4×3 じゃん、試算12で。で、4っていうのが2の2乗でしょ、かける3ってこう書くことができます。 1.2 をめんどくさいけどね。で、こっち、あ、ちょっとそのまま書いておこうか。じゃあ10の2乗って書いておこうね。で、ここです。これを書き直すと n 出します。で、括弧、ここまず掛け算なのでログ12の2乗ってなるんだけど、この2乗前に出します。こうで、足す掛け算だからね、ここね、ログ13で割り算です。分母に来てるのは引かなきゃいけないんで、引くログ10、10です。で、ログ10、10は1だから、まあ、1で書いちゃおうね、ちょっとめんどくさいんで。で、こうなって、こっちが2だから、2となります。で、ここまで崩せば、このログ10の2、ログ10の3、両方値があるからさ、当てはめて、2×0.3010 足す 0.4771 引く1を計算してください。で、これをやると、これちょっと見ちゃうね、さっきやったんで。0.0791 になります。あとね、0.0791 で n がいるから 0.0791n 小なり2です。で、結局 n を出したいから両辺 0.0791 で割ってください。これつまり 2÷0.0791 になります。で、それはもう筆算で解きましょう。ちょっとめんどくさいけどね。で、解くと 2÷0.0791 やると25.2…ってなってきます。こうなる。ってことは、これ今これね、 n は 25.2…よりちっちゃいんです。で、それの最大でしょ、つまりこれを満たす最大の n いくつかって言われたら n イコール25、これが答えになります。ね、25.ちょいって超えてるから、25が最大だよね、整数としては。っていう感じで解いてください。まあ、使ってるのはね、常用対数なんですけど、ちょっとこの辺めんどくさいですね、若干ね。で、さらにめんどくさいのが2番なんですけど、次が3000。
小なり括弧4分の5の n 乗小なり6000、これを満たす整数 a の全て求めよう。まあ、全てって書いてあるから多分複数あると答えがね。でやること同じです、こっちと。だから乗代数取るので全部にログ10つけます。で一回書こうか。じゃあログ10の3000小なりログ10の4分の5の n 乗小なりログ10のよいしょ6000とね。で何がめんどくさいかっていうと、さっきさこっち楽だったじゃん、2でしょ。でここめんどくさかったんだよね。で今回全部やんなきゃいけないの。これ多少これ簡単だけど、こことここ、まあ、ここはめんどくさいんでね、すごくね。でやっていきます。1個ずつ崩すよ。でこれは全部書き直せるかな、行ってみようか。まずこれです。これ 3×10 の3乗3000はね、ってことはログ10の3足すログ10の10の3乗に分解ができる。でログ10の10の3乗は3です、後ろ側ね。だから3足すログ10の3になる、こいつね。だから、まあ、安全に言うとね、3足せばいいだけだから、ここは 3.4771 になります、左側ね。で真ん中一番ちょっとボス的に難しいので後で取っとこうか。ちょっと上げるよ、こっちです。で6000はどう考えるかっていうと 2×3×10 の3乗って考えます。本当は 6×1000、まあ、6×10 の3乗なんですけど、6だとこれが使えないんで、だから6も 2×3 って分けてください。そうすればログ10の2足すログ10の3足すログ10の10の3乗と3ねってなるから、3足すこいつ足すこいつやればいい。いいね。でこれも安全できるんで、ここ足せて足せてじゃない、足してこれ3足せばいいから 3.7781 か、7781と、これで右側も完成します。でここ真ん中なんですけど、これまず N 出しましょうね、肩ついてるから N 出します。ちょっとこれあれだ、くっつからこっち使おうか。ログ10で4分の5なんだよ、めんどくさいのが。でこれ何がめんどくさいかっていうと、一瞬4だったら2の2乗でいけるじゃんこいつで、でも5がどう考えてもいけないのね。いい？ 2足す3とかできないからさこの場合は。だから10を作りに8分の10に直してください。8分の10、ちょっとこれ書いとこうか、ここね。これは8分の10の n 乗って考えるんです。でそうすると分数なんでログ10の10引くログ10の8になります。で8もこの後いけないんだけど、これ2の3乗だからね8って。そうすれば2が使えると、で崩せば対応できるようになります。だからちょっと括弧しようね。こうして10上ね、ログ10の10引くログ10の2の3乗だから、肩の3出しちゃってログ10の2、狭くてごめん、こうなります。で真ん中計算するとログ10の10、1です。でログ10の2、2がちっちゃいねこれ、ね、ちょっと待って、謙虚すぎた、こうだね。3かけるこいつ、つまり 0.9030、 1引く 0.9030 します。0.0970 か。つまりこの部分は 0.097、 一応0つけるね、 0N となります。真ん中がね合ってるはず、待って不安になってきた、903合ってる、大丈夫ね。で結局 N の範囲が分からないと困る、さっきみたいにね N だけにしたいんで 0.0970 を全部から割ってくださいね。そうすると真ん中は N になります。でこいつ割る 0.0970、 これちょっと見ますね。すると計算してね、 35.8…… です。これ必ず小数第1まで出してください、ここもそうですけど、35だけじゃダメだよ、 35.8 まで出すと。で次右側やると 38.9…… となります。つまりこの間に入ってる N が全部答えになるので、 N イコール 35.8 だから35はダメだね。でも36はいける、で37もいける、で 38.9 だから38も入ります、ここ
ね、だからその3つ答えは36、37、38、この3つが答えになりますねっていう感じですけど、まあ、これもねよく出てくるタイプの問題なので、ぜひねやり方覚えておいてください。では今回は高校数学数2の常用対数丸3をお送りしました。今回もねここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で最初にも言ったように、常用対数このタイトルも最後ですし、このね指数関数対数関数もしかしたらね後で追加するかもしれないんですが、ひとまずこの章は最後となりますので、ね、まずここまでご覧いただいて本当にありがとうございました。で次回からが最後の章かな、一応数2では微分法積分法微積ですねが始まっていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。ほんじゃ今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。